アルファロメオには1990年代初頭までアウトデルタという事実上のファクトリーレーシングチームが存在した。そのアウトデルタが60年代のグループ2カテゴリーを戦うために制作したのが1965年に発表されたジュリアスプリント GTA1600 である。この GTA はジュリアの基本コンポーネンツを使用しつつも徹底的にチューニングされていた。例えば排気量 1570cc の直列4気筒 DOHC エンジンはキャブレターが 45mm 系のサイドドラフト型ウェーバーに変更され、圧縮比を 9.7 までアップ。その結果出力は115馬力まで向上している。さらに軽量化のためボディ外板は全てアルミニウムとなり、サスペンションアームやホイールは軽合金やマグネシウムに置き換えられた。こうしたモディファイの結果、ノーマルで1トンをわずかに超えた車両重量は800キロ以下にまで軽量化され、各部に空力的な処理を加えたことと相まって最高時速は185キロに到達。時速100キロまでの到達時間が 8.8 秒、1000メートルまでの到達時間は31秒と目覚ましい高性能を発揮した。またこの GTA を限界近くまでチューンしたコルサ仕様ではエンジン出力が170馬力にまで高められ、最高時速215キロが可能だった。その実力を駆使しジュリアスプリント GTA1600 はヨーロッパのツーリングカーレースのグループ2カテゴリーで圧倒的な強さを発揮。1966年から3年連続でチャンピオンの座を獲得している。同時にアメリカのトランザムシリーズでも活躍、アルファロメオのスポーツイメージ高揚に大きく寄与したのである。ちなみにジュリアスプリント GTA1600 の生産台数は公式には500台と伝えられているが、実際にはもっと多くの台数が作られたことはほぼ間違いない。